社長、明日は8時からリモート会議ですので、忘れずにお願いいたします。うん、早いですな。はい。少しか時間に余裕がなかったので。なるほど。じゃあ、しょうがないですな。社長、くれぐれも忘れないでくださいね。え？忘れないよ。くれぐれも、ですよ。うん。お願いいたします。かげち、これでも社長だからね、僕。他の社員に迷惑をかけないよ。ええ。そうであることを祈っています。うん。信じてないな。社長だぞ。社長だぞ。もし不安でしたら、起床時間に電話をいたしますが。いらない。そうですか。では、今日はこれで失礼します。ん？忘れるわけないでしょ。全く。全く。全く。バカ。バカも。お客さん、そろそろ閉店だから。いない。それは困りますな。いや、こっちも困りますから。なるほど。じゃあ、どうします。帰って。じゃないかもしれない、かもしれない。お。ん？大きいドラッグ。ちょっと失礼。おい、おせえよ。なお、こんなってまだ時間あんだろ。そういう問題じゃねえんだ。さっさと荷台閉めてこい。ええ。暇だな。うん。酒でも飲むか。バカか。仕事中に飲めるわけねえだろ。てか何なんだろうな、あいつ。うん。いや、あのガキだよ。リストに女のガキ一人だったじゃん。変更の電話とかも来てねえだろ。本当に連れてきてよかったの？お前、まだこの仕事短いだろ。ん？まあ、3回目。そうか。なら教えといてやる。長生きしたき余計なこと考えんじゃい。いいか。俺たちの仕事はトラックを指定の場所に運んで、約束の時間までそこにいりゃいいだけ。もしも姿を見られるこいつで消えてもらう。それだけで1000万。そうだな。うん。ならそれをやれ。それ以上は何も考えん。いや、でもよ。変に首突っ込んだ奴は全員死んだよ。お前も気をつけろ。あった。あ、走り切りましょう。めっちゃ牢屋。ウケる。こんにちは。こんにちは。ん？こんにちは。ねえ、これ何かわかる？あ、僕押しかも。アンデュー？もしかして喋れない？ない。お、名前はない。お、なるほど。ここがどこかはわからない。でも私たちは売られる。売られる？そう、明日市場に出されて誰かに買われる。多分お兄さんも誰かに売られたんだよ。私と一緒で。君は誰かに売られたの？おや、なるほど。つまりこれは人身売買で、このまま行くと僕たちは奴隷になっちゃうってことか。お兄さん、なんでそんなに冷静なの？ん？君だって冷静に見える。私は、もう、諦めた。から、全部。そう。じゃあ、兄さんが買っていい？え？君の人生をさ。で、お兄さんが二度目の人生をプレゼントしてあげます。でも。いないよ。すべてを諦めていい人間なんて。いない。不幸になるために生まれてきた人間なんて一人もいないよ。無理だよ。ここからは出られない。うん。大丈夫。なんか落としたな。俺見てくる。